マレーシア航空システム653便は、マレーシア航空システムが運航していた、ペナンからマレーシアのクアラルンプールへの定期便である。1977年12月4日の夕方、定期運航中であった、ボーイング737から200型機が、マレーシアのジョホール州、トンジュンクーパングで墜落した。これは、現在公式記録がある範囲において、 マレーシア航空にとって死者が発生した初めての航空事故であった。93人の乗客と7人の乗組員が死亡した。事故機は巡航高度に達するとすぐにハイジャックされた模様だが、ハイジャックとその後の墜落した状況は未だ判明していない。事故機のボーイング737から 2H6 は QMMBD として登録されていた。 当期は1972年9月に、マレーシア航空システムに新機能入手され、当初は登録された QM アコで登録されていた。本記事の日時はすべて、マレーシア標準時であるアトックプラス8で示す。653便は、ペナン国際空港の滑走路22から、クアラルンプールのスバン空港に向けて19時21分に出発した。乗客には、 マレーシアの農業大臣であっただとアリハジ、アマード、公共事業部長であっただとマフスカリード、キューバ大使であり、日本に向かう、途中のマリオガルシア・インコス・チャギーが含まれていた。貴重の GK ゴンジャーと副操縦士のカラムザマン・ジョリーは19時54分に着陸のために、マレーシアのセランゴール州、ゴンバ、グンバツアーラン付近で高度4000フィートを、 スバン空港の滑走路33に向かって降下中、パイロットがスバンの管制塔に対し、身元不明のハイジャック犯が登場しており、操縦席のドアをノックしていることを報告した。その後パイロットは、突然操縦席に飛び込んだハイジャック犯のグループによって、すべての通信を遮断させられた。管制塔は直ちに当局に通知し、当局は空港で緊急事態に備えた。 数分後、乗組員は、我々はシンガポールに向かっている。良い夜を、と通信した。コックピットボイスレコーダーに記録されたの最後の数分において、事故調査官は運航乗務員とハイジャックの間で、シンガポールに到着する前に航空機の燃料を使い果たすことの会話及び銃声を確認した。彼らは、機長と副操縦士の両方がハイジャック犯によって、 撃たれたことにより正常な操縦ができない状況にあったと結論付けた。20時15分に航空機との通信が全て失われた。20時36分、ジョホール州トンジュンクーパングの住民によって爆発音を聞き沼で燃える残骸を見たと通報した。残骸は後に航空機であると特定された。垂直に近い角度で非常に高速で地面に衝突していた。乗客及び 乗員全員の死亡が確認された。中単純区ンの悲劇記念ジョホールバル、ジョホール。ハイジャックと墜落について明確になることはなかった。しかし、クアラルンプールの空港職員は、日本赤軍のメンバーがハイジャックしたと、パイロットが無線で伝えたと主張した。1996年、CNN の記者は、ハイジャック犯が実際に、 赤軍のメンバーであると特定されたと記事にしたが、その事実関係は確認されていない。回収された遺体はすべて、飛翔体、または武器による痕跡を見つけるために、X 線で撮影したが、そのような証拠は発見されなかった。犠牲者の遺体は合使された。事件の後、マレーシア民間航空局において、航空保安部が設立された。本事故で犠牲となった。 日本人乗客の遺族がマレーシア航空に対して損害賠償請求の裁判を日本国内で起こした際は国際裁判管轄が争点となった。ありがとうございます。